あのチャンネルレーザーミルク。はい、レーザーです。研修はなんだっけ、サードの、トリビュート2の、あれですね、社会版の方ですよね。そうです、今日見せるのが、その後にリリースされたね、シングルですよね。ですね。ブラックコーヒーですよね。ブラックコーヒー。ブラックコーヒーです。これは、はい、これの初回版にね、DVD が入ってるんですよね。これが、初回版の、それは通常版ですね。これが初回版の、B ですね。これはフォトブック入りのやつで、で、通常版。これが、ベニアの曲は違うからね、通常版全部ね、ゲットしてほしいですよね。そうですね、で、そのね、初回版 A の内容がこのね、はい、あのトリビュート2のね、曲のミュージックビデオの撮影風景ということでね、メイキングの映像なんですけど、ちょっとそれ触りだけでもね、見ましょう、見てみましょうかね。じゃあいきまーす。こういう裏側見れるのもね、いいですよね。あんまないからね。ですよね。後ろから見ると誰かがちょっと分かんないのじゃないですか。何言うの、髪長いんで、何言うの。懐かしいね、ライブ映像とかでさ、よくなんかこのステージでやってやりましたね。息もできないとかね、なんか YouTube で見るとやりますね。でしょうか。そうですね、本編はね、ぜひともサードアンダーグラウンドのオフィシャル YouTube チャンネル登録の上にね、あの動画載ってますからね、なんとフルでね、サービスですよね。この曲とかも全部載ってますもんね。だから、まあ、あとは
サラダの、そういいなと思ったらぜひともゲットしていただいてね、初回限定版購入の際に、そうですね、見てもらえるとまた一層ね、そうですね、なんか深まりというかね、なんか、ね、なんかなんだろう、深まりがね、増すっていう、まあでも今あれですよね、トリビュート3と、去年のツアーね、うちらもいたゼップのね、チアーズのブルーレイと、で、5月は、なんと空っぽの心ね、コナンの、やってますからね。で、それもありますが、その4人体制の時の、あれですね、直販で5枚書いたポスターがまだありますからね、これをちょっと紹介しますか。はい。先週ひずみさんが多かったけど今回どうですかね、控えてるのかな、はい、でもあのこの頃のやつはまだ5枚しか買えないやつですから、なかなかね、これ4人体制でしたっけ、まだ、そうです、その時のですね、まだほら前回紹介しきれなかった分だから、さあたったの5本ですけど、ぜひともねこの開封動画ガチャポスターのね、どうですかね、なんかいいイゼミちゃんとかヒゲちゃんとかさ、なんか足りなかったら結構多く当たってほしい記憶があるんだけど、さあどうですかね、なかなかね、部屋に飾ってんだけどさ、なかなかね、なんかダダダンって編集さ、ヒゲミさんがさ、歌いすぎちゃってさ、ヒゲミさんセクシーになってたよ、みたいな話されてます、バガチャ、はい、バガあのファンクラブの、ね、スタッフの方は大変だと思いますけどね、5月のスケジュールを早めにね出してほしいですね、東京のね、スケジュールがないとなかなかいけませんからね、こうしてみるとね、レーザーもね予定がね合わない時もあるからね、さあどちら様でしょうか、もう今ゲットできませんけど、それどうですか、あれだ、ロミさんっぽいな、ロミちゃん違う、あ、ロミちゃんか、うーん、ロミちゃんよく出るね、なんかこれ2枚のアイス、また前と同じ感じかな、そう、でもこの時は4人だからね、確率が少ないはずよね、 25% よね、1人、これは多分泉ちゃんっぽいな、お、どうだ、泉ちゃん、ゆわ来ました、これもしかしたら画面だけいい感じかも、うん、この時は4人体制だからね、何、何気にレアよこれ、今もうね結構前のスポットだからね、多分何年前かな、これ2年前とかかしらね、となるのはだって去年のことでしょ、よくやるっけ、あの少しずつのさ、時なのに、うん、それはもっと前だから、それこそそのトリビュート2の時じゃない、あ、そっか、うん、さあ誰だ、もうこれは、今はなき、嘘、これレアですよ、ミュウミュウ来ました、かわいいミュウミュウ、これレアじゃないですか、ミュウミュウレアかもしれない、今はないから ね、旧メンバーですもんね、涙が出ちゃうね、これでやっぱ泉ちゃんが来ると、全員揃うんだよね、うん、わーすごい、ミュウミュウ入ってました、前回多分レーザーなんか前買ったやつのレーザーミュウミュウ入ってたことだよ、またっけ、そういう気がする、結構前だもんね、うん、そう、あれだ、忘れちゃった、オメでそこ取ったな、あれオメで取ったのやつな、あれ行きで、枚数が少ない割には結構確率があれですね、いいですね、さあ、誰来た、あ、ひろみさんか、ひろみちゃん、おお。ロミちゃん率がやっぱ高いね、さあ、あと1枚だけど、1枚でこれでユミちゃん来てくれると確率的にはいいんだよね、ハジミちゃんかな、
違うっぽいな、これ。わかるんだ。なんか背景がわかる。多分俺の予想当たったら、ひよりさんの字だと思う。多分今のひよりさんのキーボード同じかもしれない。背景に似てる。同じやっぱり。はい、泉ちゃん。泉ちゃんがいなかったって感じか、じゃあ。そうだね。まあでも今それ全部どれもね、ゲットできないんですからね。泉ちゃんはどうなのか。ということで、5月のね、イベント楽しみですよね。4月はまた大阪であるみたいですけどね。そうね、5月いっぱいスケジュールあるから、ぜひともね、そうね、早くあのスタッフの方ね、場所、ね、キープしてあるんだったら教えてほしいですよね。そうですね。まあ、まあ、どこかわかんないけど、まあ、まあ、なるべく近場にあるといいですけどね。そうね。関東地区としか書いてないからね。ちょっと、関東っていっぱいありますからね。関東もいっぱいあるからね。まあ、ここから、神奈川、埼玉、千葉ぐらいがあれですかね。まあ、ギリギリですかね。まあ、一番いいです。ね、埼玉スーパーリーグの時はさ、栃木とかさ、群馬とかっていう可能性もね、ありますからね、関東といえばね。まあ、最低遠くて埼玉かな、うん、うん。埼玉ならね、茨城とかの可能性もあるからね、なんとも言えませんね。ね、まあでも、とりあえず東京もまだあるはずだからね。そうね。行ける方はぜひともね。まあ、結構あちこち行くからみたいなね。まあ、多分まあ5月なんで、うん、まあ、4月でなんとか予定合わせて、有給を取れるような方を取って、ね、うん、まあ、いけない方はいけないなりに、なんかまあ、工夫をして、してもらうしかないんですよ。それと、あれですよね、初チャンネルがなんと、3000アクセス突破しましたので、そうですね。で、まだね、登録者数がちょっと少ないので、ぜひとも、初チャンネルレーザー登録ね。サードのオフィシャルチャンネルも登録して、初チャンネルも登録してくれるといいですよね。で、戦争もまだ継続中で、コロナがちょっとあれですね、かかった人の後遺症が結構やばいらしくてね、社会復帰できないぐらいだということなんでね、ぜひとも基本の手指消毒、うがい、マスク、ソーシャルディスタンス、ワクチン安定じゃないということをね、心がけて、ぜひとも爽やかにね、過ごしていただきたいですね。昨日やで、その前に7000いくつだったの？だから結局またね、高止まりでね、3000いくつまで下がったけど、また上がっちゃうから。7000いくつ、ね、何百人出たって、ね。だって一昨年なんか200人で緊急事態してたんだから、それに比べたらすごい量なのよね。そうですね。だから皆さんそれぞれがね、ハメ外さないようにね。まあ今、まん延防止って言われてるけどね。うん、まあそれも解除されちゃったからね。そうなんですよね。うん、解除されたらまた一気に広がるから、それの繰り返しだから。だからまあ今ね、うん、まあ時代制限しちゃうとまたね、まあ言うとあるからしてないと思うんですけど、うん、あとあれですね、今日はザードバージョンですけどね、そうそう、コナンの悲しいほどあなたが好きね、歌ったから、次回あれですもんね、5月の空っぽの心の B 面で入りますからね、そこもカズチャンネル見てほしいですよね。そうですね、まあ、ね、皆さんね、そこは多分サードの5月のあれで買えるので、ぜひ購入してください、うん、ね。トイレート3でしたね。そう、それはもう出てますからね。いや、そこよ。じゃあよろしいでしょうか？そうですね。じゃあまた後ほどですね。